トゥドゥール・クリスティアン・バルツァは、ルーマニア・ドルジュ・ケン・クラヨーバ出身のサッカー選手。FC ディナモ・キエフ所属。ポジションは MF。ルーマニア代表。ユース時代は、元ルーマニア代表の国民的英雄、ゲオールゲ・ポペスクやゲオールゲ・ハジが運営する、サッカーアカデミーで強連を積み、2015年に、ハジが会長兼監督を務める FC ビトルル・コンスタンツと契約。 2015から16シーズン終盤の2016年5月2日の ASA トゥルグムレシュ戦でヤニス・ハジトの交代出場でプロデビュー。2017から18シーズンにより出場機会が増加した。2019年1月31日、プレミアリーグのブライトンホーブ・アルビオに FC と3年半の契約を締結し、2019から20シーズンからの加入を発表。 2018から19シーズン終了までは、ローン遺跡の形で FC ビトルル・コンスタンツアに残留。同シーズンは、リーグ1のカップ戦、クパロムニエで優勝を経験。2019から20シーズンよりブライトンを正式に加入した。2017年に U-19 のルーマニア代表に招集され、翌2018年には5月31日のチリ戦で、 フル代表デビュー。2019年にはイタリアで開催された UEFAU-21 欧州選手権2019に U-21 代表として出場しベスト4入りを果たした。ありがとうございます。